お疲れチャンスラットです。今日はミラーハッセンド、ここの画面やっていきたいと思います。ということで、こちらのね、まあ、初期デッキで今日はやっていこうかなと思います。で、ウッドではなく、ローリーバーバちゃん、ってことで、いきます。まあ、ウッドは、枯渇とか、ホグとか、まあ、高回転に対して強いんですよね。で、タルババは、まあ、陸系になるので、まあ、メガナイトとか、ウィザードとか、まあ、なんかユニットが多いような、よくわかんないデッキに対しては、まあ、活躍してくれるよねと。ということで、まだシーズン序盤なのもありね。なんかもうすごいパーティーデッキが当たるので、こういうね。はい、こういった相手には、まあ、陸受けとしてね、ちょっとタルババ欲しいなっていうので、タルでやっていきましょう。で、これプリンセスを人質に金キロです。人質生贄です。プリンちゃんごめんね。さあ、あ、これトルネもう一個左上だとタワー殴られてないですね。まあ、こんぐらいは今日でいきましょうか。デリババ、ダクプリ、スパーキーエグイーさあ、助けてください、どなたか。非常に、ピンチです。まあ、なんとかなるか。ゴブジェか？うわ、ゴブジェ渋。まあ、でも、耐えれる。え？言うの？もう、なん突進でさ、やりゴブに突進して、スパーキー避けるっていう。ガチで天才だったな、今。IQ200 どころじゃねえ。今のはマジで熱いね。さあ、ということで、エリババレイジー、スパーキー。来ましたね。まあ、これは、プリンセス、ミラー必須ゲーのステージですかね。はい。まあ、プリンプリンして、またユウノスケタルで受けていけば、まあ、基本的には大丈夫でしょうと。でも、キングギドも序盤にできたので、守りやすさもあると。いいんじゃない？まあ、コウモリにザップパン打たれるのが、まあ、コウモリがちょっともったいないかなっていう。さあ、で、これはもうブッパーっすよね。スパギ出してんだから。スパギ出してんだからブッパーやね。さあ、メガゴ出すけど、渋い。で、これは、プリンだな。もうちょっと低めでもよかったかな。殴られたくないんだよね、ゴブジャイのあれに。いやー、この範囲で。いやー、熱い熱い熱い、誰誰、背中が強い背中が、うん、ライトニング？ちょっと待って待って、ライトニング話が変わんな。ダメージ受けちゃうので、もう削りに行きます。はいはいはい。でもライトニングのもう一枚次第では、75相手削れないんじゃね？これ一応なんか警戒してスケまで出しとこう。いらんかったか。こうやって相手ライト打たなきゃいけないけど、ライト突っ越すともない。これ奇跡の飛来心する？いや、やめとこう。ザップで落ちるんかーい。さあ、ということで、この辺で、嫌がらせて言うの熱いな、これ。結構熱いよ、それ。本当に？あれどうやって削ろう？助けてほしい。まあ、ライトニングがね、結構嫌だね。うわ、えぐい。あ、攻めどっか？こんなん。で、紙吹雪散らしながらの。いやー、え？めっちゃ余裕で守っちゃうじゃん。さて、これはもうトルネードだ。ピューン。待って、やばい。待って、ガチやばい。待って、エリババ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 、ユーノ、ユーノ、ユーノ、生贄に、生贄に。さあ、ユーノ2体ぐらい生贄にしましたね。危なすぎる。怖すぎる。さあ、レイジー、スパーキー撃破。いいね。まあ、プリン残るからね。ヤマメじゃなければ、みたいな。ところは、あれ、サウトアルブ13度。よろしく。で、今期、僕まだ6号でね、なんか、のんびりしすぎじゃないっていう、8000いけなくないですかって思う方もいるかもなんですけど、まあ、今期ロングで、あとまだ半分20日以上、22、3日ぐらいあったと思うんで、まあ、日数的にはまだ大丈夫だろっちゅう。ちょっとペース上げていきたいかもしんないね。早い段階で7000いって、ちょっと楽したいかな。さあ、これは金起動したいな。あー、できないです。うん、いや、痛いな。
ロイジャー痛いよね。走ってからの、家の柱も一回。まあこれ延命できてるのは熱いね。もう一発、さあ、明確な一発抑えれるかつ、いやー、ランロイか、珍しいね、これも。結構マニアックなデッキなので、使ってる人いるけど、環境デッキとかではないっすね。さあ、オリー、いやー、マジでエレキベビメガゴのランバーっすね。マジでレアだな。キング起動はね、まあ一応したいけど、あんまりメリットはないかな、やっぱランバーのロイには。ゴーストロイとかだとね、ゴーストの受けとかも使えるんですけど。さあ、ランロイか。キング起動いらんな、多分これ。本当にオリーとか来て、タイミング合えばだけど、基本的にはいらないな。これ、オリーがないから、絶対シプリ刺さる。一発いて、スケ出せばよかったかな。さあ、ここのコウモリはベビドラしかないので、ベビドラを読めば相手は終わります。いいんじゃない？まあまあ、ランバーをそこで溶かせたのは熱いと。タルで受けながら、さあ。ああ、ロイ、それ殴るのダメだっつってんのよ、マジで。ね。やばいよね。ほんとに。で、これは、メガゴちゃんが、おぉ。口いっちゃう。ああ、いいベビーランバーだ。高めね。わかってますね。痛いです。エレキもいる。これちょっとむずいね。ランバーロイのカウンターえげついんでね。コウモリが強いのだけはね、間違いないんですけどね。さあ、一発なら許せ。あ、待って、プリンが溜まってきてる。熱い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 。待って。そう、プリンが溜まってきてる。あ、延命できないか。ああ、16レベルなの。いや、気づけば、そして右側もダメージ入る。これ延命したい。めっちゃいい。え？右側抑えれんくなる？エレキ？間に合わない。熱い熱い。で、ここに来て、これで削っていこう。ディガミラ。おー、めっちゃいいや、16、ホリシー。え？ランバーされてコストもない、陸下もない、陸が刺さる。いやー、まあ今のは相手のタールが低かったのにね、意外と救われたのかもしんないですけど、まあ、プリンちゃんで。勝結局ね、勝因は。さあ、ノージェームス、お金がねえと。エメラルドがねえらしい。どんまい。さあ、痛いなー。トルネもタルババもないとこうなっちまう。アープー！いや、アープーきついんだよなー。いや、きついのには変わりないんですけどね、こういうデッキ。さあ、ベビドラも、ぶっちゃけ嫌ですね。僕からしたら、タワーレベル13だから。相手の方がね、絶対きついはずなんですよ。ハンデをもらってんすよ。僕が。負けちゃうかん、そんな。まあ、ハンデ欲しい時もあるけどね。ハンデありはちょっとね、ハンデありで負けたらさすがにやばい。いやー、何これ。プリンスベビー、スケブやり。意外と陸受け豊富だね。ベビドラちゃん？ザップ？来ない。いや、ユーノのね、この突進バグ直ったの結構熱いっちゃ熱いな、やっぱ。プリンス受けれるのがね、マジででかい。いやー、で、これベビドラで受けられるんで、で、うっと思ってたなー。これなんだ？なんで攻める気だ？一体。マジ何で攻めるデッキなのかがわかんないのがね、マジ渋い。あー、ゴブリンバレルだった、そういえば。これは、ベビーを受けて、キングトにしよう。余裕でバレル飛んできてました。で、スケートン部隊を僕は突破できないので、打っとかないので、攻め取るねですけど、ぶっ飛ばす。それが、いい気がします。か、シプリーですかね。まあ、一旦ステイで。
ライトニングとかあんのかな。読みライトマジで怖くね。あー、でもコウモリの受けがあなたはきつい。あー、めっちゃいいやりごぶやん。なんかお互いちまちましてんな。そう、ウッド使うベビードラがね、高めに来るんじゃない。あー、インフェー、なんだこれ。これで負けるのか俺は。なんかすごいちまちましてんな。ダメージがな通らへんねん。ファイボケ水で負けるっていう、ガチでやばい、ガチでやばいことになりそうですけど、僕は勝ちます。あー、マジで全然ダメージ通らん。これどうやって勝つ。ディガー受けない時のディガーミラーです。うん、いやゴブリンバレル全然飛んでこんな。よーい。いや、熱いよ、ちょっと。急に流れが来た。相手が攻めてきてからですね。あー、ウッド。ワンチャン攻めとるのを構え、なかった。あー、もったいない!もったいない、悔しい、それ、なんだなんだ、それ、マジマジ。マジで負けそう。なんで?なにこれ?なんでこんな負ける?どういうこと?マジで。マジでなんで?って、でかいね。ホームラン、ホームラン、それ。おめでとう、ホームラン。いやでもこれはもうディガイディガイってトルネ打つのが絶対正解っすね。よし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 、ええやんええやん。いやマジでで耐える。オッケー、攻めてから防衛は気合にしよう。攻め優先の守りは気合。いやめっちゃ美味しい、そのタルババというかバレル。うんうんうん、コウモリ出す。ワンチャン高めやりごぶいらっしゃい言うて、違うやつが釣れたな。ディガーディガーディガーで、ここに絶対来るやろ。いや、コウモリの群れスケブー、んにゃー、ベビーでカバーしてくる。攻めよう。いや、めっちゃカード回す。無理やり回す。入るんじゃね。ここでね、噛み取るね。やりません。僕も守れば勝ちなんで、守れば勝ちなのでしっかりと守ってください。オーケー、すごいデッキだなね。枯渇にベビードライだよ。枯渇じゃねえじゃんっていう。いやー、まあでもこういうデッキがね一番怖いんだよね。気ぃつけたいね。さあ順調、ここ勝てば6600か。まあトロリセ号ぐらいですかね。さあよろしく、よろしく。端プリはやめとくか。転がっておいで。スタンプな、あれ俺めっちゃ持ってんな。こっちのアカウント意外と結構ないと思ってたんですよね。あー、これ金ギドしたいけど、多分プリンセス一発だったらな、できない気がしたな、マジで。プリンのせいで。ゴールナイ兄ちゃん。来たね。いやー、マジで。おー。嫌な組み合わせだ。三重シーだ、これ。もしかして。お主、スリーマスケッティーヤだな、うわー。キングダできるかな。いやー、できなかったー、やっちまりー。お、痛すぎるー。マジ金起動できないのね、やばいっすね。あ、まあ、でも勝てるか、3死だもんな。さあ三重死はまあゴレナイがきつい。ダークピー、ゴーストがダークピーになってますね。これアイゴレとかつけてくると厄介だけど、はいはいはい。いや、これ、ちゃっちゃあれが欲しい。トルネが欲しい。三重子じゃない、もしかして。いや、エリポン三重子以外ねえな。で、ここでエリポン行ってきても、もう一個行きまーす。
まあ普通に受けられちゃうかな。よし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 、待って、金ギドだけはやめろ、重力お願い。あんま叩きすぎんの、お前、あ、お前叩きすぎだってそれガチで。いや悪いことじゃないんだけどね、あの今乗るくらいしたらマジでやばい。待って、ああ何もかもうまくいかない、痛い。おだ、待って、右サイドめっちゃ痛い、なんで。コウモリか、適当に散らかしといたコウモリがええやつ出してんだな。さあこれも固めて鬱陶2周で終わりっすね。まあタルババか、まあ別にタルババ使わなくてもいいんですけどね、プリンの範囲でもいけるんで。うん、さあそれはもうねやってますよお兄さん。怖い、あ、おいないって、マジでやばい。サンドシュこんにちは、吸引力、オイラの吸引力この辺か。うん、ウッドだったら処理楽ですけどね、まあタルでも。あ、誰大丈夫その受け、なんか、あ、待って、なんかぴょんぴょんすんなお前あ、ぴょんぴょんすんなマジで、ガチやばい、ガチやばい、あ、マジで、マジでゴリラ、あ、ガチやばい、ゴリラゴリラゴリラ、いや耐える。え、あ、でもあいつ三十石か、じゃあ大丈夫だ。あの三石って呪文ないんで、もう呪文ないとね弱いんすよ。うん、だって呪文ないんすよ、これどうやって削るのってとか言って負けるんですけどね。なんでやねん、マジでなんで、距離長くねあいつ。待って、今絶対走んないでしょあれね、走るあれいやマジでもったいない、勝ち確すからねマジで。なんか2回3回か4回ぐらいがもう俺ね絶対走らないのっちゅうのを走ってるやん。さあコウモリ、まあここにはプリンとりあえずね。さあラーバーハウンディーいただきました。まあここは攻め得っすね、コスト使ってもらってファイアポ使ってくれるのはマジでありがたいな。この後のプリンセス2体が絶対生きるんで、これ何で対応していくんだろうね。ワンチャンユニットによっては神延命できる。あーあー、やばい、ゴミ延命だ。さあ。まあまあまあ。まあまあまあ。ええー、ねええー、ね、そんぐらいええねん。竹取れない言うんです。やばいなぁ。芝取るね、かましてるようなもんだもんな、さっきの。ラバクロ？あなたもしかしてラバクロ？いや、金ギドできたら熱い！熱い！マジ熱い。で、ここには、コウモリが行きます。なので、プリンを出してあげます。そうすると、頑張れるよ。次は、ここにホバリングが行きます。ホバリング。いけるか、もう一回コウモリでリベンジしちゃいます。はい、トルネードまで使ってきます。おい、やりすぎです、やりすぎですけど、ラバクロだとユニットが少なくて、もしやめちゃくちゃ入るプリン、いやめっちゃいいやん、俺めっちゃいいやん、おい、まあ、やりすぎぐらいがちょうどいいみたいなね。さあでランバーはいるから、まあ、ラバーが出たら出すぐらいかな。俺、さては来ました。いや、ここはもうゴリラで一本取りに行きます。からのプリンを産むだけかな。このコウモリですらだって結構厄介でしょ。うん。いや、ランバー処理できてるのは熱いですね。で、まあ、ファイボということで、しっかり低めにね、配置させていただきます。で、このホバは、いや、マジでやばい。何これ、どういうこと、このホバはね、逆サイドにやったらすごい楽だったんですよね。そう、楽だったんですけど、やれなかったっす。まあまあ。で、これも別にどうでもいいので、こんな左のタワー。そんなんじゃ落ちないんでね。さあ、芝取るね。やりすぎましたけど、まあそれでも全然戦えるよねと。まあ、ケツにランバーとかやんのか？さあどうすんだ？さあこのプリンセスを突破してみろよ。いやー、結構溶けるね。結構溶けるね、ユニット。
さあタワーに入れないよ、入れさせないよプリンちゃん。にゅいーん、オーケー。さあラバクロ撃破していく。まあこれがヤナミとかだとねまた話が変わるんですけども、ファイブだとねオイラの高回転にはついてこれないよっちゅう話です。さあということでラバちゃんです。ラバって書いてるんだね。さあ墓石、いや墓石、まあラバに入ってるか。いやこれでラバルの、あラバのディガーなのかバルンなのか、まあラバ掘りなのかラバルなのかっていうのが結構大事ですかね。さあプリンを押してファイボなので、これは熱い方ですね。ラバ掘りではなくラバルですね。なんかやっぱディガー持ってるが僕からしたらプリンやられてきついので、ラバ掘りの方がまあラバルの方が助かるかなっていう。さあガゴインドのファイブ雪とかなのかな、墓石ボンバーとか、まあ、いろんな組み合わせがあるが、さあここはユーノまで行っちゃう。いやこれは、いやーいいザップを打つお主で、ファイブザップなので、まあこれはプリン出すんですけど、様子見て2体目出すか考えます。いやこれはトルネミラーでキング起動っすね。はい、でこいつ下手くそだと思わせといて、さあキング起動していきます。こうするとおいしいからのこのミリ残りどもにタルババでユニットをね探して、プリンでまた回収と、非常にいい流れですね。そしてこのユーノはコストがないんじゃないか。いやさすがにあんだかなーい。やったけど許容か、いやなかったですね。ということは今ここで3コストディガーで攻めておくと、これに対してはもうコストがないので、確実にダメージを稼げると。で遅めのコウモリにでも、ザップを使わせたい。いいですね。いや順調ですよ。でもう墓石もあるので、ユーノの、痛すぎる。これはこのユーノは結構モッティにいいですかね。さあここの防衛にかかってると言っても過言ではない。さあもう防衛はね言うてなんとかなるみたいなとこあるんでね。さあこれはなんとかなるのか。さああっち向いてるのがちょっと良くないけど、爆破だけ入んなければよいしょ。さあ耐える、インドラ入らない。いやーこれマジでトルネミラーで耐えます。爆破も入れれないんでね。あと500んでかい。さあザップ使ってくれる。まあこれは一旦縦線もあるので捨てみたいなもんですね。さあからの僕の負け筋はバルンの爆破。まあ、ファイボ2周も怖いね、でも。ああ、そういう感じか。さあ、下げてこ、下げてこ。下げてこ、下げてこ。で、もう一回無理やり回して、ダメージ抑える、抑える、抑える。爆破やだ。爆入ったら終わる。OK。さあ、これを相手の後ろにやると、これはどうだ？なんだその墓石は。D が拾えないぞ。コウモリが、なれない。取れ、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 取れ。キュイーン！オッケー。危なすぎ。いや、でもトルネミラーはマジで強いな。バルーン、キング起動できるし、キング起動した後のラバルはトルネ2個で消えれ耐えれるし、プリンもコウモリもその間回るので、さあ、76到達、ナイス。さあ、76到達です。美味しいな、ナイスイン。ということで、こちらね、プリンミラー、皆さんもぜひ使ってください。引き続きやっていきます。10日目もお楽しみに。お疲れ様でした。またね。